えー、では皆さん、えーえー、少し遅くなりましたけれども、今から、えーですね、第2回、えー、日本語 DCR フォーラムを始めさせていただきたいと思います。えー、どうもご参加いただきありがとうございます。うんえー、MD アンダーソンキャスターセンターの、えー、小西剛です。えー、本日はあの第2回目なんですけれども、うん、まずあのこのセッションは DCR と大腸公明文学会の サポートのもと行われておりまして、すべて録画されて、後日 YouTube にアップロードされます。で、あとは、一応皆さん、ミュートされてますけれども、何かこのセッションは自由に手を挙げていただいて結構です、発言、質問、何かあったときにはですね、下の方にあります 手を挙げるのボタン、挙手のボタンが右から3番目にありますので、あのそちらをあの押していただければ、私の方から指名しますので、あの自由にご発言ください。すべて日本語で聞いていただいて大丈夫です。で、本日はですね、あの韓国からですね、えー、非常に高名な、えー、ドクター,ーギューソチョイ先生を招きまして、彼はあの、まあ、アメリカあの、えー、韓国どころか、も世界の、まあ、ナンバーワンのもうロボット手術の あの権威の1人ですねで特にその速報覚醒に関してはもう世界的な業績をたくさん発表されている先生です。えー、私の非常に仲のいい友人でもありますけれども、ちょい先生をゲストに、えー、お迎えして、えー、速報覚醒の合併症についてお話ししたいと思います。えー、最初、ちょい先生をあのご紹介する予定でしたが、ちょっとあの今あの、コネクトのトラブルがあるようなので、先に論文の えー、発表の方に、え、きたいと思います。で落合先生、あのー、スライドの方をお願いいたします。はい。じゃあ、よろしいでしょうか。はいよ、よ、見えてます。始めてください。はい、じゃあ、今回も論文紹介を落合が担当させていただきます。今回は、えー、実術前化学放射線療法後の腹腔鏡ロボット速報覚醒の長期合併症について検討した韓国からの報告になります。 背景ですけれども、実前化学放射線療法後の速報覚醒は局所再発の抑制を目的として行われますけれどもえ合併症の増加が一方で懸念されますしかしながら、えー超えー、実前化学放射線療法後の腹腔鏡ロボット速報覚醒の合併症に関する報告特に長期の合併症に関する報告は、えー、ありませんそこで本論文では えー、化学放射線療法後の腹腔鏡ロボット速報覚醒の短期および長期の合併症とそのリスク因子を明らかとすることを目的として検討が行われています方法ですけれども、えー、韓国の単施設で術前化学放射線療法後に TME と速報覚醒を行った YP ステージ3までの直腸がん164例を対象に短期および長期の合併症を評価しております この施設では、速報覚醒の適用はすべて治療的覚醒で、予防的覚醒は行われておりません。速報覚醒の適用の判断は、CRT 前の MRI で、主題やマリグナントフィーチャーを認めたものに施行がされております。患者背景と、患者背景ですけれども、特徴としましては、エナルバージの中央値が4.6センチと非常に低い症例が多いという特徴があります。しかし一方で、 肛門温存率は高く9割以上で肛門温存術式が選択されておりました腹空腔とロボットの割合はロボットが7割、腹空腔が3割で速報覚醒は変速が7割、量速が3割そして最終的に病理で速報移陽性であったものは32.9%となっております 結果ですけれどもまず、えー、短期合併症は術後90日以内に発生した合併症と定義されており全体の割合は36%でした、えー、グレード3以上に関してはトータルで13%程度に認められました、えー、内訳としては縫合不全が最多で9.1%また尿閉が5.5%でその他イレウスや老後形成など、えー、同数程度認められました 対する90日以降の合併症は長期合併症と定義されていて、全体では36.6%。同様にグレード3以上だと14%程度に認められました。長期合併症の特徴としましては、えー、リンパ脳腫の発生が最も多く17.7%。次 17. い、えー、で、保護不全が11.6%で、尿管狭窄が6.1%に認められました。 またその他、長期合併症の特徴としましては、えー、神経損傷によると見られる下肢のしびれや脱力が3.6%に認められております。中でもこのリンパ脳腫に関して、えー、注目してみると、えー、短期の時点では、えー、乳尾、えー、とリンパ脳腫合わせて4%未満ですけれども、90日以降では17.7%と著名に増加することが分かります。 こちら合併症の発生時期をグラフにしたものでこの左側のブルーのバーが90日以内に発生した短期合併症でこの右側のバーが長期合併症なんですけれども濃いブルーの方が90日以内に発生して90日以降も持続するもの、この薄いブルーのバーが90日以降に新たに発生した合併症になります。 これを見ますと、方合不全や尿管狭窄、過失などは、短期、長期、えっと、同数程度となっておりますが、リンパ脳腫に関しては、そのほとんどが90日以降に新規に診断されたものという特徴があります。本論文では、このリンパ脳腫の治療の詳細についても検討されております。リンパ脳腫29例に発生しまして、6割程度は無症状で経過観察されておりますが、 4割程度は何らかの症状があって、うち4例は外科治療、4例は経費的ドレナージ、3例は抗菌薬のみで保存的加療が行われております。最後に、長期合併症のリスク因子に関して多変量解析をしたものですけれども、結果としては速報リンパ節転移、覚醒リンパ節個数が長期合併症のリスク,インリスクとして抽出されております。 このことから、よりアグレッシブな速報覚醒を行ったものでは、やはり長期合併症のリスクが大きいというふうに考えられます。えー、本論文の新規性としましては、速報覚醒の合併症と時期のプロファイルを詳細に報告した初めての報告になりまして、特に化学放射線療法後、腹腔鏡ロボットの速報覚醒では初めての報告となります。また、韓国のハイボリュームセンターで、エキスパートによる報告であることも重要であると思われます。 一方、リミッテーションとしましては、単施設で後ろ向きター,ンアームであることや、不合格性時の血管合併切除や神経合併切除等の詳細が不明であること、また QOL の評価が行われていないことなどが挙げられております。まとめますと、術前化学放射線療法後の速報覚醒の長期合併症は36.6%に認められましたえ。中でも90日以降でリンパ脳腫が増加し、6割程度は無症状ですが、 えー、4割程度は何らかの治療が必要となりますので注意が必要と思われます。速報リンパ節転移と速報リンパ節個数、覚醒リンパ節個数が長期合併症と相関することから、よりアグレッシブなリンパ節覚醒を行った症例では長期合併症により注意が必要と考えられます。論文の紹介は以上です。一応補足ですけれども、速報覚醒後のリンパ脳死は本法からの報告がありまして、 こちら東大からの報告になるんですけれども、やはり先ほど紹介した論文と同様に、速報覚醒後のリンパ脳死、3割程度に生じて、さらに3割程度は何らかの治療を必要としますので、速報,リンパ速報覚醒後のリンパ脳死には注意が必要と思われます。以上になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。えー、まあ、非常にこれはあの貴重な論文でですね、まずはその、 そこをあの,覚醒あのすごくまとまった症例数で、ケモラジ語、しかもそのロボットおよび、えーえー、ラパロにもあの完全に限った症例で、ですね非常に詳細な合併症のプロファイルが、しかもその 9世紀の合併症というのは、そこそこ報告は日本からもあるんですけど、この晩期合併症ですね、3ヶ月以降に発生するものというのが、9世紀と同じぐらい全体でも3割以上で、その特にグレード3がやはり十数パーセント起こるってこれはあのあの90日以降も同じぐらい、こういった合併症があるっていうのは、これは非常に新しいもので、しかもプロファイルが全く違うということで,です、ね、これは非常にあのあの、まあ、私自身、読んで勉強になった、えー、論文であります。 Uh, I would like to introduce a uh, world famous uh, professor uh, in the field of uh, you know rectal cancer, colon cancer and especially you know in the minimally invasive surgery Professor uh, um, Gyuso Choi from kyungpuk University Hospital. Uh, could you uh, you know say some hello to uh, our Japanese uh, audience? <laughs> I will introduce you don't worry <laughs> thank you thank you so you don't need to <laughs> you know so anyways thank you so much for choosing uh, the, our paper for this wonderful uh, you know yeah uh, dcr uh, journal club and i would like to thank uh, especially the professor konishi for inviting us to have a good discussion i'm looking forward to uh have a good discussion on the rather pelvic notice section actually uh, i can see the all thank you professor ああ、uh, 先生あの非常にこの日本語 DCR あの招いてもらってああのあの光栄だとあの非常にディスカッションを皆さんと楽しみにしているということです。えー So, so Professor Choi, I'd like to, you know, first start discussion uh, regarding your paper. So my first question is on actually, uh, you know, so you reported the outcome of a laparoscopy versus robotic, uh, laparoscopic and robotic, uh, you know, uh, surgery outcomes. Mm. over uh, you know uh, relatively long years yeah. so during the during this study period did mm. you see any you know practice change or any you know a kind of you know improvement in terms of a complication from the beginning era where you did a laparoscopy to the late era when you more you know focused on the robotic procedure yeah that's that's actually a very good question so honestly speaking, uh, almost all laparoscopic uh, experiences is the uh, previous time. So now we are doing more the robotic approach for especially lateral pelvic node section. We recommend the patient to have uh, the robotic approach for when they have enlarged lateral pelvic nodes. So uh, actually the uh, the quality of surgery I think is improved during the the uh, over the time uh, by approaching the robotic and also the more systematized approach so called facial anatomy based lateral node dissection we started with just after adoption of robotic so we can divide two pages even after robotic approach, the early robotic and the later robotic. But unfortunately, the, the complication rate, especially in terms of uh, lymphocytes, uh, we couldn't find any improvement because of, I think, it's we uh, more aggressively, uh, radically resected lateral pelvic nose than uh, laparoscopy era so we have slightly more uh, lymphocytes compared to the previous laparoscopic approach but recently we know that what is the reason why so we are changing a little bit to reduce the lymphocytes because we we uh, make a flap especially with the ureter and the autonomic nerves the that can become a flap and they encapsulate lateral pelvic sidewall and the, lymph the lymphatic fluid can accumulate inside of that flap when the patient have uh, the, uh, the healing process. So we make uh, some little hole in that uh, the medial flap, including uh, you know, the hypogastric nerve and the ureters. And then we can, we Started to make uh, either holes, so hopefully, we can reduce a little bit uh, less uh, the lymphocyte than previous our approach of the robotic approach. Okay, that's a very good actually, mm -hmm. uh, you know, comment. So, yeah, let me translate. あ今あのあの、質問したのは、ですねこのスタディのこのピリオドがそれなりに長い期間で、しかもラパロとロボットを含んでるんだけれども、このスタディ期間中に、例えばそのテクニカルなあの改善によって、ですね実際合併症というのが減ってきたのか、それとも同等だったのかって質問したんですね。で、このスタディピリオド、当初、チョイ先生は腹腔鏡で走行覚醒を始めたんだけれども、その後もう全部ロボットに移行したと。ですから、スタディの前半。 当初はロボットで、そこからロボットほぼ100%に変わっていったわけですけれども、あの実際にテクニカルにですね、彼の他のペーパーであるように、リンパ節の,あの覚醒個数とか、いろんなくあの手術のクオリティ自体はあの、スタディの期間中でもロボットに変わったことによってどんどん上がっていったと、他の青とかもよくなっていったんだけれども、残念ながら合併症だけはずっと。 あの減らななかったってことこんですねで特にそのあのリンパ楼、リンフォシールについては減らなかったと。でその1つの理由は、やはりテクニカルにあのインプルーブすればするほどです、ね、えー、逆にあのよりアグレッシブな覚醒をです、ね、血管合併切除とか、あのそういったことをするようになったので、結果的にはむしろリンパ濃厚、えー、は、まあ、あの減らないどころかちょっと増えるような傾向にあったと。そこで今、チョイ先生のところではです、ね、あの素光覚醒においてあの尿管と、 えー、自律神経の、まあ、一,つをそこを一つの面として、そこを TME の面とそこを覚醒をか分ける面とで、そこをランドマークに覚醒を、まあ、日本と全く同じようにやってるんですけれども、まあ、その、えー、自律神経と尿管を含んだあのプレーンですね、あそこの面に。 アナウアケテデスネ、リンパのタマリガ、ドレナージサレリヨニ、シュギオカイタトコロデ、デソレデドナルカイマ、カルワ、それでリンパノーが減るのか注目をしていると、いうコメントでした。Oh, <laughs> yeah, that, that is really a, quite an、um, important question. And uh, my uh, next, uh, so, d r Ochiay,、uh, do you have a comment or question from your side?、Uh, yeah, thank asking you for asking. 速報覚醒の後のリンパ脳死に対する治療に関する部分にちょっとあの私論文読んでて気になることがあって、えっと、もう私も同じようなことを調べたことあるんですけれどもあのリンパ脳死で治療が必要になるのってほとんどやっぱり感染とあとあの尿管狭窄、えー、尿管圧迫症状なんですね。 でえっとまあ今回の論文でその十一例のうちどんな症例でえっと実際に手術が必要になってそしてえどんな症例であのどのような手術がそのリンパ脳縮の治療のために選択されたのかっていうのを、えっと、お伺いしたいです。Okay, so、uh, his question is actually he's from the University of Tokyo and he s the first author of his paper investigating on the lymphocyle. Uh, from mm -hmm. the University sure. of Tokyo, it's a quite a similar approach, you know, chemoradiotherapy followed by minimally invasive lateral dissection. Mm -hmm. And he's interested in your strategy of the treatment when the patient has a lymphosil. And actually, he found in your paper that four cases were operated for lymphosil, and another four cases needed, uh, I mean, percutaneous drainage. And uh, what type of surgery, uh, actually, uh, did they require? That is, that is his main question. mm -hmm. So uh, when patient has lymphocytes, but it's asymptomatic, we just leave it. When patient shows something presenting some symptom, like pain or fever or hydronephrosis, and then we, uh, we have to... Um, to uh, make some uh, problem uh, sorted out, so the main uh, the approach is open the the cell up. So it's it's like a kind of a mass realization We just open it, and sometimes we uh, continue to suture along the peritoneum. So not to uh, uh, close spontaneously, so we uh, we make a mass periodization and then so most of cases when we have mass periodization the symptoms is gone, and so everything uh, looks okay. But when we aspirate, only aspirate, it is almost always accumulate the fluid, mm. so that makes the same problem. So we changed. the approach is again ok thank you for informative actually experiences で翻訳しますと要はそのまず症状がなければ全く治療はしないんだけれどもやはり熱とかあるいはその痛みといったようなそのあのねそういった症状があった時のみ治療をするとでその手術が必要だった4例というのはですね基本的にはその回想術ですねそのまあ たまりがあるところの壁を穴を開けて、ただその壁をちゃんと他に縫い付けてあげて、あのー、ちゃんとそこがまた塞がれないように、あのー、する手術をしてあげることが重要であると。でこれがただアスピレ、あのー、抜いただけというか、ね、たまりをあのドレナージしただけの手術、処置をするとです、ねほぼま、ほぼまた間違いなく再調流してしまうので、やはりあの手術が必要なような症例ではその、開けた後にですね、その改装した あの窓のところをちゃんと他に縫い付けてあの上げることが大事だというふうにテクニカルなポイントを指摘されておりました。Thank you.、Uh, ではですね、<Thank you. S 1> あの他にあの、えー、どうでしょうあのどなたかの例えば、あのもしあのオーディエンスの方で,です、ね、何か聞いてみたいことがあったら、あのいつでもあの手あげておっしゃってくださいね。Uh, so just another question, Dr. Choi.So、uh, can you just a kind of you know, summarize What type of symptoms are specific, or a kind of you know suggestive for lymphocele Actually, mm. that is uh, quite important for us, you know. So, in other words, when do you need to exclude mm. a lymphocele When the patient has any you know specific symptoms. Mm. So most of cases is there a forty-four percent, almost half half of lymphocele is just uh, asymptomatically. It was uh, uh, found on the routine uh, CT follow, and the remaining part is uh, symptomatic. Symptomatic means some uh, from the very mild discomfort up to the urinary complication, like uh, uh, the fever and the uh, hydron uh, and the pain, and among those things, the later on, almost uh, 25 percent of the, those patients spontaneously dissolved. only uh, thirty percent remain with the symptom and th among those patients is the hydrogen approaches and their um, uh, fever is the number one symptoms. And those cases, we are actively uh, involved to solve the problem by uh, intervention, like uh, insertion of trocar, uh, the, the drain, or surgically open up the lymphocytes. Okay. あいやあの今、チョイ先生がおっしゃったのでは、症状のない人があのほとんどで、そのいわゆるその CT で偶然に見つかったような症例というのはです、ねまああの、治療しなくてもその,そのまま亡なく,ななくなってしまったりするのも多いんだけれども、やはりあの有症状のものは治療が必要であるって、その有症状の詳細について聞くと、あの一番多いのはあの熱ですね、熱と発熱と、それからのあのハイドロ、あ水腎症ですね。 あの水腎症がやはりあのあの、まあ、おそらくリンフォスイールによってその尿管が圧迫されることによるんだと思うんですけれどもあのそれがあのメインの症状であることが最も頻度が高いとですから逆に言うともし患者さんでちょっとクレアチリンが あの正常範囲でもちょっと上がってるだとか、あるいはあの何かその水準を疑うような症例がある、あとはその発熱があったときにはです、ね、まあ、皆さん必ず CT は取ると思うんですけど、そのリンフォスイールをあの念頭に置いてで、もしそれが原因の場合にはです、ね、あの治療した方が良いという、えーえー、コメントでした。まあ、あとはその論文の中にあの書いてあったのはあの、下肢の負腫だとか、あとはその、えっと、痛みでしたかね、落合先生、何でしたっけあとは はい、ペルビックペインってあったので骨盤痛ですね。はいまあ、そういった症状もあの論文には、えー、記載をされておりました。Uh, okay, so I, I, I see a one audience is actually、uh, raising a hand.Dr.、Uh, 中島 uh, uh, 中島先生あの、よければどうぞあのお花ご質問くださいあ。ありがとうございます。あの日本語で失礼します。中島先生総の中島と申しますけれども。えっと 今回のあの研究では、あの、まあ、ニンパローのことなどとても勉強になったんですけれども、あの、過去のですね、あの、JCOG の研究などでは、出血なども、あの、アウトカムとして取り上げられていたんですけれども、今回の発表では、出血に関しては、まあ、あの、短期合併症というよりは、手術中のことな、だからなのかもしれないですけど、まあ、言及がされてなかったので、まあ、実際どの程度、ま、出血などがあるのかとか、 まあ,あとはですね、もし出血がそれほどなかったりとかするなら、まあ、どのような対策をされてたりとかあの、そういうことについて、もしお伺いできればとあの思います。出血ですね、非常にいい質問ですね。はい、それはありがとうございます。Uh, Dr. Choi, one of the audience is asking about, actually,、uh, so according to the you know,、uh, result of JCOG 0 2 1 to randomized trial in Japan, which is mainly performed in open surgery, so the Most frequent short-term complication was bleeding, and that mm. requires actually a reoperation. But in your series, actually there was no, mm. you know, such a comp you know a description, and uh so sounds like uh, you didn't have uh, any complication regarding the bleeding. But uh so his question is, you know, why, you know, wh why uh, are there some such a difference between the Japanese? You know, uh, prospective study versus your series, and also when you encounter bleeding during the surgery, he's asking you know, and how to manage the bleeding. That's a kind of difficult question, maybe, but uh just you know, uh, give, give uh, please you know, share your thought about how yeah, you are managing okay. the bleeding. Yeah. Thank you. Thank yeah. you for the uh, good question. Um, actually, the bleeding. I cannot remember breathing is a really issue for our practice uh, because uh, since we adopted the robotic, so I must do the surgery very carefully, slowly. When I have some breathing, I have to stop it. So, not just uh, uh, like uh, seizures or something like that, uh, we will use very very small pinpoint uh, kind of cauterization, step by step. So even even we have some bleeding, it is just a pinpoint, not just big one. Well, uh, maybe that is one difference between the right. the open surgery and the minimal invasive surgery. So open surgery, you can control it anytime. So you may uh, dissect a little bit more uh, bravery. <laughs> How can I say, yeah? <laughs> but, uh, <Yes>. uh, <laughs> in the minimal stage surgery, if something happened, it is a big problem. So we, we must be more careful. That is number one, I think. And also the laparoscopy can reduce small breathings you know so the surgical field was uh, more is like a clearer than open surgery so we can uh, very meticulously we dissect the vessels and nerves so that is uh, maybe the 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 maybe the reason why we have a small breathing so also total blood loss was very very minimal among all 160 uh, cases. Only I can remember three. Well, how many? High patient. We uh, we make a venous bleeding. It's so more than uh, 300 uh, milliliters of a bleeding during the surgery. But after surgery, I couldn't find any uh, late bleeding. Wonderful. Yeah. So you think you think also you know the contribution of the pneumoperitoneum compared to open would be also no, no, another no, factor. Pneumo, no. Pneumoperitoneum controls small vessels. Mm -hmm. So does the control small vessel make uh, the surgical field clearer? Oh, okay. And then we can uh, dissect more clearly. Uh, メティキュラスダイセクション。ああ、は s はい、はい。o k let me translate.、Uh, 非常にあの、やはりあの、ま,あ、まず、チョイ先生は非常にあの、エキスパートで、ロボットのもう達人であるというのがあるんですが、特にあの、あの先生がおっしゃっておられるのは、ロボットを始めてからですね、まあ、出血で、その何か困ったことというのはほとんどないと。で、やはりその、起伏でですね、まずその、細かい出血というのがなくなるので、より術やがクリアになると。そういう状況では、やはりより緻密な あの手術ができるから大きな静脈出血等に出くわすことというのがほとんどないんだと、でもう一つは,そのやはりロボットというのは出血してしまうと、やはりあの手技がもう終わってしまうので、あの回復と違って、やはり出血コントロールするのは難しいですからね、ですからその出血しないように非常にあの丁寧に丁寧にゆっくり操作をするようにしていると、逆に出血させないようにさせないようにすることというのがまあやはり当たり前のことですけれども、あの全体としてあの出血がほとんどなかったと。まあ、彼の経験ではあの 5例のみですね、このシリーズの中で、あの手術中に出血で、静脈出血にあの出くわしたけれども、あとはあのそういったことで困ったことがなかったということです。でここでですね、す uh, Thank you, Dr. Choi. So, will proceed uh, with、uh, Paul?、Uh, 中島先生あのあの、ありがとうございました。あの非常にあのこの出血というのはねあの、非常に大事なポイントで、やはりこの論文、 このミニマリーベイシブサージャリーの論文だからこそ、この、あの、やはり出血というのがあまり問題にならなかったということで、やはりこれは。即効覚醒を回復ではなくて、この。ロボット腹腔鏡でやっていくってことの一番大事な理由だと思いますので、非常にいい質問だったと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。thank you very much。ではですね、あの、ここでその投票の方にちょっと行きたいと思うんですが、時間の関係でですね、この。ここから行きましょう。皆さん、これ、今、えー、ご覧にな。って なられてますでしょうかそこを覚醒後ドレーン抜去の時期について、えー、ポールです術後、えー、1日2日目3日から5日目6日目以降どの時期に皆さんドレーンを爆去されておりますでしょうかお答えください えっと、これは、それでどうやって見るんだっけこれはどよろしいですかねじゃあ、ちょっと投票を少量了、えー、しましょうけ。結果を見ます。皆さん、これ結果、えー、見えてますでしょうかあれ違うの違うな。ちょっと待ってくださいね。これは、これですね。えー、っと。さっき出してたやつですね。最初に。ごめんなさい、ね。なない次ができのか 今、速行覚醒の適用は赤出てましたかあすいません。はい、ちょっとお待ちくださいね。あ、じゃあちょっとこれ、えー、あ、これはあごめんなさい。あの、素行覚醒の適用ですね。画像上陽性の場合のみって言たやつがもう今多いですね。8割が画像上陽性のみということですね。えー、で、次にですね、えー、では、えー、Q3 の方に行きましょう。これ、できるかな、えー、これ、皆さん今、速行覚醒の何が見えてますか今。 ドレーンですかね。ドレーン、はい、バッの時期は。はい。では、あの、ドレーン、抜ッの時期についてですね、これ、素こ学生、ドレーン、抜ッの時期はえ、2日目以内、3から5日目、6日目以降、えどれになりますでしょうか。これはあの、非常にリンパ農法との関連でね、あの、興味があるところで聞いてみたんですが。よろしいですかね。えー、そろそろ締め切りたいかなと思います。 Dr. Choi, uh, so we are asking about the timing of of the drain removal actually yeah, yeah. so when is your timing to remove the drain I'm, you... I'm on I'm on number three number three okay around one week or even later yeah 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 and uh do you do you see a kind of daily amount before remove how what is your Criteria for removal? Uh, so you know, it's, uh, we are thinking there not just the uh, uh, absolute amount of uh, fluid, we are more uh, taking account the uh, trends. You know, is it's, it's uh, now decreasing, maybe it's uh, safe, we can remove it. If it's still increasing, we just wait a little more. So, even more than 100, we just sometimes remove. When it's it was 300 and 200 or 100, we can remove that. But it's 100, 200, even 50, uh, 70, 100, maybe we can observe a little more longer. OK, so you are kind of seeing a trend rather than the amount itself. That is important. That's great.、Uh, so, c 先生はですね、このドレーンの一日の量が増えてる間っていうのはやはり絶対抜いちゃいけないと。で逆に減ってる時っていうのはあの、あの、抜いていいんだということですね。あの、どちらかというと、その一日の量自体よりも、その傾向を見て、まあ、減ってきたら抜くというふうにしておられる。で、やはり、あの、チョイ先生の回答としても、6日目以降ということですね。やはり長く置いてると。 いうことのようです。山口先生いかがでしょうかね。眼科の経験あるいはその先生のあのもしちょい先生の質問等があればぜひお願いしたいんですが。ありがとうございます。あの僕はまあ側角性とかまあこういった拡大手術は通常よりちょっと長めにやってまあだいたい6日目前後ぐらい。ただあんまり7日以上起こる。 置いたまままにしてますと例えば、視乳部の感染であったりとか、まあ、逆行性感染を恐れるこが怖いので、あまり長くは置かないようにしてます。あと、ちょっと僕、質問させてもらってよろしいですか。はい、どうぞ。あの、チョイ先生とキム先生、眼んの山口ですけれども、昨年の12月に僕はあの、キム先生とチョイ先生の手術を実は見学させてもらって、でもう本当、素晴らしい手術を見せていただいて、もう感銘を受けたんですが。 ドレーンのの挿入の場所についいてて教えてくださいあの僕が見させてもらったときは、低位前方切除の症例で、左の下腹部からドレーンを口腹膜というか、腹膜の外に、えっと、沿わして、腹膜外に沿わしてこう、骨盤まで入れておられたんですけれども、素行学生の場合っていうのは、ドレーンの留置の場所と、あとはそうやって口腹膜をやっぱりはわせるのかとか、そういったところについて教えていただきたいと思います。 Uh, Dr. Choi uh, so Professor Yamaguchi is asking about your you know how to insert the drain so he observed your procedure in your university and uh, actually he saw your laundary section and you use the extraperitoneal pathway to put in the drain into the pelvis yes. but yes. his question is do you use the similar? You know, pathway, or do you change the location of the tip of the tip of the drain in the when the patient has received a lateral lymph node dissection? That this is a great question. So it depends. You know the the side of the pelvic uh, lymph node dissection when it is uh, left sided. So we put the drain through the extra and go to the lateral pelvic side wall first and go to the uh, sacral bed because we have to do TME. When it's right side, we go to the TME side first and go into the uh, uh, right side of the pelvis. When we do the bilateral lymph node dissection, we make a little longer drain and go to left and go to the sacral. And go to the right side. <laughs> <laughs> so basically, you communicate like yeah. at the point beyond yeah. the S four nerve yes. to come through yes, from yes. a lateral area to TME space. Uh, not not beyond the S four mm -hmm. uh, above the S four above the S four. Okay, well, above four because okay. we make a flap, but we make a small window mm -hmm. on it, the middle you, flap. A flap. You mean between the S three and S four, or mm -hmm. おだもの、ディティンデユーラティアンド。ああ、ハイプガスティング。アイシープラクシマはアイシ。ええ、チョイ先生にですね、今、あの、質問したところ、その、非常にいい質問で。tme の時と違ってですね、その、そこのスペースと tme のスペース、両方ドレンが取るようにしていると。で、ドレンは左から入れるので。あの、左の底を覚醒の場合は、左からドレーンを入れて、で。 腹膜外経路で通して、ですね、そこからまず側方のエリアにドレーンを通して、そこからあの比較的近維ですね、S3 よりも手前の,の尿管と、えー、下腹神経の間のスペースを伝わせて TME のスペースに入れると。で逆に右の側方覚醒の場合は、TME のスペースに入れたもの、左から TME のスペース入れて、そこから。 方方のエリアに入るような形で入れるとで両,方両側やった場合には左の側方のスペースやって TME のスペース入れて、そこからひ右の側方のスペースに通るようにドレーンを入れていると。あくまで1本でですね。ねすべてのエリアがカバーされるようにあの工夫してドレーンを入れているという、えー、ご回答でした非常にこれも参考になるエリ,リアだと思いますね。Can I, can, I, can I add、uh, <Yes. S 2> a little more comment? Yes. Because we do、uh, extra peritoneal route To insert uh, the drain is not to uh, uh, we, we can avoid the malposition of the uh, drain after surgery. When you drain through the interpertonally, even you fix that one into the sacral uh, area or other pelvic sidewall, sometimes it's just malposition. Go up to the abdominal, the upper parts of the abdominal cavity is so. The, the drain is not very uh, uh, effectively. Uh, we can, uh, you know, remove the fluid, and so that's the reason why we put the drain through the extra peritoneal to anchor that drain uh, fixed into the peritoneal space, the, the, the pelvic space. That is another important trick. Let me translate. Most of the Choyi Sensei that through the ドレーンを入れてあげるということが非常に大事で、それによってドレーンが跳ねることがないということですね。必ずそのあの、えー、ドレーンを置きたい骨盤のスペースに、えー、そのドレーンがアンカーされるということだったんですね、えー。よろしいでしょうか。はい、では、ちょっと、ね、時間の関係で、あの次のちょっと質問に行きたいと思うんですけれども、えー、皆さん、この、えー、神経温存素行覚醒の後この尿過程抜去の時期ですね。 えー、何日目に皆さん、カテーテル抜かれますでしょうか。ちょこの質問が多分ちょっと最後の質問になるかと、あもう一ついけますかね。えー、どうぞ、えー、あと5秒か10秒ぐらいで締め切りたいと思いますので、ご回答ください。 よろしいでしょうかね、えー、では、えー、投票えとひして、えー、シェアしたいと思います。やはりゃ、あのさんかりつかめとむいかめこってしても結構ありますね。それぞれ5割3割、ご割りさんはり。d o c t r Choi, what is your choice for f o l e y catheter removal? Yeah, we reported on the、uh, papers.、Um, mean post operative day is four, day four. So the number two is three to five days.Okay. And do depends, you yeah. do mm. you use a prophylactic alpha one blocker or um, you... not? Not really. When we have some symptoms, and then we use alpha, uh, alpha blockers. Okay. And also, I would like to you know proceed with the next question. Actually, mm. uh, so this is actually the case. So, mm. forty-nine-year-old female. Uh, undergoing right lateral node dissection with a nerve preservation, but unfortunately, she developed a urinary retention after the Foley removal at the day two. Okay, so it was a kind of early removal of the Foley. So, uh, what is your next step? Oh, actually, there's no. Um, oh yeah, can you see the uh, choice? So basically uh, medication plus intermittent self-catheter or medication plus re no, replacing no yeah mm -hmm. the post-over day two we just mm -hmm. uh, do a uh, polycatheter again okay so just number two early. yeah mm -hmm. number two okay ああ、uh, これ一応ねあの皆さんもぜひごご投票ください皆さんの施設はどのようにこれ答えないですからねどれが正しいっていうのねまああの何日目に抜くかにもよると思うんですけどね So if you remove like a five or six days after surgery then do you still prefer to replace re, re the poly catheter or do you prefer self catheterization No、uh, I prefer、uh, poly catheterization but the send home Send back home with a polycaster <I see. S 2> and uh, uh, the patient will come one week late. I see.Choi、uh, so, 先生はですね、あのこの二日目に抜去したようなこの症例である場合には、あのもちろんそのまたああのあの尿過程を再留置するし、もし五日目、六日目に抜いたときでもですね、あの基本的に尿閉が起こった場合には、あの尿過程をまた再留置して、そしてそのまま家に返すと。 で外来であの尿過程を抜くというようですね。これ、飛田先生あの、どうでしょうかね、先生のご回答と、もし何か質問があれば、いかがでしょうか飛田先生、聞こえますか。はいあ、ありがとうございます。兄弟は,は、まああの、どちらかというと、あの完結的な事あの義をすることが、まあ、多いかなというところと、残、ま、り、あ、に作動薬とアルファブロッカーを。 まあ併用しててやっいることがが多いです、ねでまあ、導 100cc 以下ぐらいになるるまでまあやってるかなとというところですね何かご質問ありますか特に大丈夫ですかとりあえず、ここのところでは、はい、いいですが。はい、あ、そうですか。はい。Uh, Dr. Choi, actually, I'd like to ask a you know, final question regarding the ureter stricture. So, according to your paper, the incidence of ureter stricture is mm. reportedly like a 6% in the mm. late period, which is actually, quite a, you know, not neglectable. Mm. And uh, actually, could you comment on, you know, so basically I think this is a major, you know, reason for developing the uh, hydro, you know, hydronephrosis, but, uh, you know, procedure-wise, do you have any, you know, a kind of technical tips or tricks to prevent the ureter stricture after surgery? And also, would you give us comment whether this is something related with chemo radiotherapy? Thank you so much. If if I have a tricks, a tips and tricks, how can I make that complication? <laughs> <laughs> I would like to ask you how to avoid that question. But uh, most of uh, <clears throat> uh, the strictures, is some related with the hypo uh, lymphocyle, and uh, the another one is uh, without lymphocycle. Sometimes we have a uh, uh, ureter stricture. Maybe we have some injury when we isolate the ureter deep down to the uh, pelvic brain. Sometimes you know the vascular injury going into the uh, ureter, maybe we injure some part. Uh, I don't think it is uh, purely because of the uh, radiation maybe radiation can affect because the microvasculature is a uh, little bit jeopardized by the radiation but uh, mostly I think frankly speaking it is uh, kind of too much uh, you know dissection around uh, the ureter You mean rather technical ischemia of the ureter? Yes, yes, yes. OK. OK, let me translate. So, 今あのお聞きしたのはですね、その尿,尿管狭窄が実はその、やはりあの6%ほど論文で報告されてたんですね。で、まあ、そこをあのちょっとお聞きしたんですけれども、まあ、あの特にこの尿管狭窄はですね、やはりあのあの例えばケモラジエーションによって起こされたというような印象はあまりなくて、 ただ逆に言うと、テクニカルにこれを予防するというのは非常に難しいと、やはりそのダイセクションの過程でどうしても、尿管を剥きすぎてしまって、虚血になることがメインな原因なような気がしているということでした。まあ、その尿管狭窄はね、やはり起こってしまうと、最悪の場合、これ、少ないんですけどあの、結構大きな合併症で、ステントぐらいで良くなればいいんですけどあの、再手術になったりすることもあるんですよね。これあのあの、やはりあの山口先生、いかがですか、先生の経験では。 再手術までは僕はないですけれども、確かにその尿管狭窄を,を起こさないようにするのは、全く僕もチョイ先生と同じような尿管をいかに、血管だけじゃなくて、皮キ科の先生もよく言ってるんですけど、周囲の脂肪もしっかりとこう残すようにするっていう、まあ、そこまでもう徹底してやるようにしてますし、あとはけん引しすぎないようにっていう、そういうふ、まあ、あの工夫もして、いつもやっております。で ステント留置しなくちゃいけないというのも、我々眼鏡でも放射線治療後の速行覚醒で大体6%ぐらいその尿管に関する何らかのグレード3って実は起こっておりまして、ですからあのやっぱりそういったところは注意していかないと、それなりの合併症があるというふうに放射線当てて速行覚醒やった場合ですけれども、そういうふうな印象の。はい ありがとうございます。では、あの時間の関係でですねあの、そろそろお開きにしたいんですが、あの最後のこれあの、皆さんのこれ、あの最後にねあの、参考としてお聞かせください、速報定員で最も頭を、皆さんがですね、悩ませてる合併症っていうのは、何になりますでしょうかあの、個人的な経験で結構ですのでねあの、やっぱりこれが一番今困ってるんだよっていうのを、まあ、最初に聞いた方が良かったかもしれませんけれども、ぜひご回答ください。 <laughs> はい、ではえー、そろそろえー、投票ですね。あのー、締め切りたいかなと思います。あ、皆さん本当に回答ありがとうございます。これあのー、やはり見るとですね。この尿本兵リンパ脳腫意外とやっぱりリンパ脳腫困ってる人多いんですね。 あのリンパ脳腫はあの、ね、晩期の合併症で起こってくるものがほとんどだというね、あの90日以降に起こってくる人が結構あのこの c h o 先生のペーパーだと多いんですけれど、ただこれ見ると尿閉と同じぐらい困っている。やっぱりその急性期はこれ見ると尿平、晩期はやはりリンパ脳腫が皆さん非常に困っているということなんですね。So, Dr.Choi, this is a Japanese experience. And uh, this completely agree with your, you know, paper in terms of incidence. So people are, quite, you know, annoyed by, you know, urinary retention in the acute phase and the in the late phase. So I think, you know, this your paper was really great, and uh, I really appreciate your participation uh, in in this discussion. Uh, we had a lot of uh, good input from your uh, paper as well as your discussion. Thank you very much. Thank you so much. I have to learn from you. Thank you.、Oh, okay, wonderful. And uh finally, I want to just announce、uh, the next、uh, DCR forum. そ、so, う皆さんあの次回ですけど、5月の22日、大曜水曜日ですね。次回はいよいよウォッチアンドウェイトですね。あのまたですね、非常に世界的なこのウォッチアンドウェイトの権威のロドリゴペレス先生ですね。幅がばの一番、ま、幅がま先生の一番弟子で今。 世界のウォッチウェイトをリードしているペレス先生が同じように、えー、参加してくれます。で、これあの、ペレス先生実は日本の大ファンなんですね。日本来てはもう本当に毎回感激して帰られるぐらいの日本大の日本ファンで、お寿司も大好きな先生なんですけど、彼がその1年前とちょうど最近とですね、ほとんど双子に当たるような2つの大事なペーパーを DCR に発表してます。で、これ、あの、特に日本でウォッチウェイトを始められてる、あるいは興味を持っている説多いと思うんですけど、彼にですね、もう我々、あの、ウォッチウェイト初心者の日本人としてですね、ぜひウォッチウェイトをどういうふうに始めたりか、どういったことに気をつけたらいいのか、そういったコツとリスクについて教えていただこうという企画ですので、ぜひ皆さん、あの、また、あの、ご参加ください。えでは、あの、ちょっと少し時間をしましたけれども、これで、あの、本日のディスカッションを おしまいにしたいと思います。パネルの皆さん、それからチョイ先生、それから視聴者の皆さん、本当にありがとうございました。ドクターチョイ、Thank you for your participation. We are closing the session. Thank you so much. Thank you. o、okay, k have a great rest of the day. Bye. Thank you.